ウィングス・アライアンスはかつて設立を目指していた航空連合。ノース・ウェスト航空、KLM ・オランダ航空、コンチネンタル航空、アリタリア航空が加盟予定であった。もともと KLM ・ KL オランダ航空とノース・ウェスト航空は運航手法が類似していた。観光都市を中心に路線網を築くのではなく、あくまでハブ機能に特化した空港を置き、 そこを中心に路線を作り上げる方式をとっていた。アムステルダムスキポール空港に並ぶノースウェスト航空機及び KLM オランダ航空機こういった経緯から、まず KLM とノースウェストの2社が提携した。これはそれまでのコードシェア便を運航する程度の提携とは違い、極力に社間の設備などを共用し、ビジネスクラスはワールドビジネスクラスに統一。 さらにお互いの株式を持ち合うなどのいわば運命共同体となる提携であった。この提携は世界でも初めての例で、しかも相乗効果を生み出し成功を収めた。KLM とノースウェストが提携していた頃の DC-10 型機後には、ノースウェストが出資していた関係もあり、コンチネンタル航空が加盟を表明。これで三社の連合となった。さらにその後、 アリタリア航空に加盟を打診、アリタリア側が受け入れたために、同社もアライアンスに加わった。しかし、アリタリアは、KLM やノースウエストとは、全く違った運航方針をとっていたことが問題となった。イタリアは、観光大国であるため、基本的に自国を訪問する顧客のことしか考えていない、路線網を構築しており、乗り継ぎには、非常に不便な状況にあった。 これに対して、アリタリア側は同社なりに対策を取った。ミラノ・マルペンサ国際空港を改修し、利便性向上を図ったほか、設備の共用化も開始した。しかし、アリタリアは、観光都市のローマ、経済都市のミラノと2カ所にハブがばらけており、どっちつかずの乗り継ぎルートしか用意されなかったこと、そして改革が一向に進まなかったことから、ついに、KLM 側は、 一方的にアリタリアとの提携を打ち切ってしまった。しかし一点、アリタリア航空がエールフランスと提携し、スカイチームへの加盟が決まった。逆に大手連合から取り残された KLM オランダ航空がブリティッシュエアウェイズやエールフランスとの合併交渉を行った結果、ノースウエスト航空、コンチネンタル航空と共に2004年にスカイチームに参加することが決まった。 したがって、ウィングス・アライアンスは消滅し、加盟各社はすべてスカイチームへ加盟することとなった。その後、2009年10月に、コンチネンタル航空がスカイチームから脱退して、スター・アライアンスへ加盟した。KLM、ノース・ウエストの提携直後のテレビ CM では、まず、ノース・ウエスト機が現れ、だんだん、KLM の機体カラーに変わっていくという CG を使ったものであった。 ありがとうございます。